オプティマス LED あるいはグラス CX 開封します。悪くはないんだよな、悪くはないんですよ、むしろいいんだけど、開封します。まずこっちから LED 照明、こっちからはい、これを紹介検証します。この LED は高いです。その理由は水草に有利な光合成、あるいは波長さらにこれだけのラインナップ、サンゴ、マリンアクアリウム用、ネイチャーアクアリウム用、水草の光合成で、今回はネイチャーアクアリウム用グラッシーエッグ超高タイマー搭載 65W システム LED ライト、ホワイトとブルーの組み合わせ、6段階超高タイマー、世界最高峰植物の光合成410〜420nm、 そしてシアン 500mmLED、 シアン不足を解消しました大げさだろ。グラッシーエッグ開封します。カパッカパッほっ、はい、さすがね、さすが高性能ライト、梱包も厳重です。説明書、保証書、保証書、あ、そしての、緊張しますね。あ、失礼しました、色は黒、ご紹介遅れました、失礼します、失礼しました、ちょちょと、おっと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 、はい、はっ、とりあえずね、一個一個紹介していきます。これら、あ、釣り下げ用のこれも入ってるね、アームってあるよね、ちょっと失礼します、これ、これではないですよ、これ、ちょっと紛らわしい、紛らわしい、これではありません、ノー、これではありません、こっちです。こっちです、はい、慎重にですよ、慎重に、あっ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 、これ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 類が、あっ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 、ちょ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 、これわかる、これアーム、これ類も慎重にですよ、慎重に、手袋履く、はははははは、はい、ちょっとここで、ここでね、ここで、あれ、 LED が左右に2つピッカピカですね。そしてね、真ん中にね、ファンがある。 LED でもすごい熱くなるんですよ、それを冷やすやつですね、ファン。ちょっとまずね、軽く説明書読ませて、説明書読まなくてもある程度分かるっていうのが大事なんですけど、これ、はいはい、セット方法、とりあえずね、軽く組み立ててますとりあえず軽く組み立て、組み立て開始、組み立てますよ、見えてる？
見えてる？ここだね、ここ。あ、ここだね、ここにここにここに。ちょっと手汗が分かる、手汗が分かる。あれかな。あ、ここ見えてる、見えてる。ここ、おっとっとここ。あ、ちょっと取れた。やりすぎちゃいけませんよ。取れますよ。あ、じゃ。ちょっと撮影しながらなんでね、あれなんですけど、で、ちょ、あれか、こんな感じ、分かった、見えてる、とりあえず、あ、ここに、なんか、もう一個いくよ。うわ、この手汗。そこまで、あれですよ。難しくないですよ。ただね、カメラワーク気にしてるんで。あ、そこまでね、難しくないですよ。見えてる？あ、 NG、 なんか出てきた。 NG シーンが。ちょっとここ大事なとこだから。こんな感じ、分かる。 NG、 これ中にね、こんなパーツが入ってます。向きどっち、これ向きどう。あ、ここ分かる。こんなとこ詳しくやる人いないよ。ここまで詳しくやる人いないよ、これ。ここまで貴重な映像かもしれませんよ、これ。貴重な映像かな、これ。歪むんで、これ角度、こんなんでも、おまんだ、ほら、もう手汗が。見えてる、この手汗具合。そしてちょっと軽く、よいしょ。はい、おっと、これ危ないわ。危ない。はい、ちょっと滑り落ちそうなんで怖いんですけど、こんな感じですね、全貌は。ここが引っ掛けるとこですね、水槽に。で、ちょっと怖いんでね、一旦下ろさせて、で、
アダプターですね。かなりしっかりしてます。コード、スイッチ、あとは吊り下げの、これは今回使いません。あ、ここにね、ここにこれ、わかる？ここにね、これ類がついてます。これ確かね、あれですね、ここにカチッ、ちょっと暗くするか、スイッチオン、よっ、ちょっとなんか暗い、全開モードではない、おそらく。説明書、説明書、ホワイト 1%、 ブルー 10%、 しばらくすると消える。これは何？ちらつきなの？揺らぎなの？すいません、今回ちょっとふざけすぎました。もう尺がないんでね、次回きっちり説明書読んで改めて紹介します。以上、高性能な LED グラッシー X、 ありがとうございました。これは何？ちらつきなの？揺らぎなの？